はい、どうも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 、皆さんおはこんばんにちは、チョモランマたけしです。今日はですね、イベントの方やっていきたいと思います。もうね、もうたくさんたくさんポチ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 タップして、ようやくここまで来ました。23,265 ポイント今獲得しておりまして、ドクター J がゲットできる24,000点まで間もなく残り800ポイント切ったところということで、最後のラストスパートを、この動画で実況でお届けしたいと思います。まあ、ジョーダンはねもうゲットしてますけれども、ドクター J ジュリアス・アービング、こちらのゲットを目指していきたいと思います。いやー、この前ねイベントの時はもう散々な結果でしたけど、今回は結構満足いく、まあ今まで通りの結果に行きましたね。まあ、順調にいけば、4試合、私あの簡単でしかもうやってません。中とかはもう勝てないんで、簡単で、まあ、6855とか、まあ、7000ギリいかないぐらいか、ギリ7100いかないぐらいでもう狙って、挑んでいきますんで、よろしくお願いします。では挑んでいきましょう。5連戦うまくいけば4回で終わりますけど、まあどうなんでしょう、まあ、実況の方していきたいと思います。お願いします。では行きましょう。えいで、私のチームが上の、マブスですね。で相手がセルティックス、まあ、2点差からというところで、ここはまあ圧勝していきたいなとまずは思っております。クリス・ポール、ルー・ウィリアムス、ポール・ジョージ、ケビン・ラブ、カール・アンソニー・タウンズが相手のチーム。では挑んでいきましょう。負けられない、まあ、2点差ついてるからね、ここは負けられません。まずはセルティックスボール、クリス・ポールが前に出してボールを持つ、ワンオンワン、1対1仕掛けるか、ルー・ウィリアムストップの位置、バックビハインド、ヌートがナイススティール、ターンオーバー、ラビーンのスティールで速攻仕掛けるか、リラードかわしてシュート、ナイス、リラードがまず先制点決めていきました。4点リード。ポール・ジョージが運ぶ、ポール・ジョージが組み立てるか、おっとしかし苦しい、攻めあぐいでいるリラード対クリス・ポールのマッチアップ、トップの位置、シュート、これは落ちるが、タウンズがリバウンドと思ったところで弾かれました。ターンオーバーです。センターはあれだね、タウンズバトルだね、タウンズ対タウンズ、バトラーがリラードに出す、リラードが運んで、まずは組み立てるか、バトラーシュート、フェイク打たない、サイドに出す、トップに出す、タウンズがフェイダーウェイ気味のシュートを打ちますが、これはリバウンド、ポール・ジョージ、ポール・ジョージがそのまま運ぶ、ラブ、ケビン・ラブがトップの位置、ポール・ジンギスのマッチアップ、クリス・ポールへ渡す、クリス・ポール1対1仕掛けるか、ラブへ渡す、ラブからルー・ウィリアムズ、ルー・ウィリアムズが中でバチ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 争いが激しいが、リバウンド、ここはポルジンギス、バトラー速攻渡す、トップの位置からバトラー、ナイスシュート、スリーポイント決めて、これで7点差と大きくリードを広げて、安心モードのチョンボランマ、オールとボールハンドルした、ファンブルした、オスティール、リラード、もう負け試合確定ですね、あ勝ち試合確定です。ラビンのシュート、シュート、もうボコボコですね、もう相手チームは手も足も出ないといったところでしょうか。お手上げモードのセルティックス、しかしここは1点でも返しておきたい、クリス・ポールが意地のラブへ渡す、ラブが厳しいが、これを決めてくる、ああ踏んでいたようですね、2ポイントです。ラビンが運ぶ、ラビンが抜く、ラビンがそのまま行かない、ここは落ち着いてまたリラードへ渡す、リラードトップの位置、組み立てて最後1点決めていこうというところ、それともこのまま試合を終わらせていこうというところか、ここでブザー、ありがとうございます、勝ちました、まずは1戦勝ちました、ちょっと余裕のねパフォーマンスでありがとうございます。チョモランマたけしの NBA TV、 はい、続いても6883、簡単モード挑んでいきたいと思います。もちろん私が上のマブスで、下のヒートですね、リラード、ポイントガードはリラードバトル、お、シューティングガードもラビンで一緒ですね、バードガード陣も同じですね。で、スモールフォワードにテイタム、オルドリッチ、で、センターはヨキッチ。ヨキッチ対タウンズのバトルも結構注目だね。では行きましょう。お願いします。
こちらもヒートボールからスタート。ヒートのリラードが運んで、リラードのマッチアップ、早速スティール、リラード速攻出るか、豪快ダンクは出ませんでした。確実に1本決めて、これで18対21の3点差。やり返そうというところ、ラビン、ラビン対ラビン、中で激しいインサイド争いもあるが、ラビンが攻めていくのか。ボールを持ちすぎという話もあるが、リラード、リラードのシュートを、リラード、相手のリラードがお返しのシュートを決めていきます。これで20対21、1点差。おお、バトラーがフリーだ。オープン3はこれがヒット、ナイスシュート。これでまたもや点差を4点差と広げていきます。20対24、残り1分15秒まもなく切ったところ、ラビンがまた仕掛けるか、合わせる。相手のマッチアップ、タウンズ対ポルニギス、チェックいく、しかしこれを決めていくラビン。ベンチは誰もいない。バトラーからリラードへ、リラードがボールを運ぶ。20対22、これを1本決めればこの試合大きく決める1点となりますが、試合の方はどうでしょう。リラード、ポルポル、トップ中にうまい合わせ、リラードが決めて22対26、4点差、大きな1点が決まりました。リラードが組み立てる、しっかりとボールを運んで中へ合わせるか、切り込んでいくが合わない、ピックアンドロール、中そのまま切り込む、リラードがアウトサイドパス、シュートは落ちます。リバウンド、ラービンがしっかりとボールをキープして、あ、さらにバトラーがフリーだ、中にアラスポールジンキス、おーっとこれがスティールされてしまう。速攻のラービン、ラービンがそのまま運ぶ、残り17秒、早く得点を決めたいところ、シュート、おお、リラード、本当このゲームのリラードはスリーポイントめちゃめちゃ入る。1点差、面白くなってきました。プレッシャーをかけていく、しかしそこをすかさずラビンがかわして、そのまま切り込むか、ここはキープ、頭脳プレーですね。トップの位置、残り3秒、このままダラスゲームで終わりそうです。ありがとうございます。1点リードで勝つことができました。順調ですね。200ポイントゲット、ありがとうございます。はい、やっていきましょう。あと残り400ポイント切りましたんで、あと2試合勝てば念願のアービン、ジュリアスアービンゲットすることができます。ではやっていきましょう。はい、こういうことで、下はブレイザーズですね。ポイントガードからベンシモ、クレイ・トンプソン、カーメロ、ケビン・マクヘイル、レジェンド、アンドレ・ドラモンドというところで、マッチアップが一致してないのはこれ逆にいいですね。20対18、2点リードからスタートしていきましょう。お願いします。はい、ここももちろんブレイザーズボールから、相手ボールからベイシモンズがボールを運んでいく。ベイシモンズのトップの位置からリラードのマッチアップ、合わせる、マクヘイルが中へ合わす、カーメロ、カーメロがねじ込んで、これで20対20の同点からゲームはスタートしています。1分40秒、リラードが落ち着いて運ぶ、バトラーに渡す、バトラー、カーメロとの1対1、バトラーが仕掛けるか、トップの位置、リラードに戻す、リラードからポルポル、ポルポルのシュート、マクヘル越しのシュートは落ちて、リバウンドはクレイトンプソン、ボール運ぶ、カーメロがシュートを放しますがこれが落ちます。リバウンド、タウンズ、リラードへ渡す、リラード、ポルジンギス、前に渡していく、バトラー、サイドからカーメロとのバチバチワンオンワン、落ち着いて戻って、もう1回仕掛ける、ミドル、中に合わせる、タウンズ、ナイス、タウンズとのコンビで2点を奪って、20対22とリードを再びマブスが奪っていきます。ベンシモンズ、中に合わせる、うまいパス、落ちる、ドラモンドが落とす、外へ出す、もう1回組み立てる、ベンシモンズがキープ、マクヘイル対ポルポルのマッチアップ、マクヘイルがシュート、これはうまい、22対22、接戦ですね。残り1分を切りました。残り50秒、リラード運ぶ、1点を返したい、バトラー、カーメロとの1対1、仕掛ける、ナイス、バックミヘンド、そのままポルポルが、これも落ちてしまう、リバウンドはマクヘイル、速攻へ出す、カーメロが運ぶ、カーメロフリー、スリーポイントを放ちます、これが落ちる、タウンズリバウンド、速攻前出す、空いているラビン、ラビン、ラビンからタウンズ、タウンズ、ポルジンギス、バトラー、目まぐるしくボールが渡る、トップの位置、リラード、リラードのスリーは期待できるが、おーっと、これがやっぱり決まりますね。このゲームの、本当このゲームのリラードは決まりますね。22対25、残り17秒、早くシュートを放つのか、それともキープして最後同点で終わるのか、シュート、
ベンシモンズのシュートは2点。1点返さないといけない。1点返さないといけない。ボールはプレッシャーをかけていく。ボールをプレッシャーをかけていく。リラードへ渡る。リラードがしかしスルッとかわして、相手コートを運んで、残り4秒。このまま逃げ切りますか？逃げ切りますか？タウンズさん。はい、このまま逃げ切りました。3連勝。ありがとうございます。25対24。さあ、間もなく、報酬が間もなくといったところです。ジュリアス・アービンまで。残り、あと1試合勝てば、念願のジュリアス・アービンゲットすることができます。もう順調ですね。このまま、こんな4連勝も、3連勝もすると思わなかったんで、1回ぐらい負けるかなと思ったんですけど。じゃこのまま4連勝でね、ゲットしていきたいと思います。さあ、最後のバトルとなるんでしょうか。再びのセルティックス。これさっきと同じメンバーじゃない？最初と。回り回ってきた。たまたま。クリポ、ルー・ウィリアムズ、ポール・ジョージ、ケビン・ラブ、アンソニー・タウンズ、一緒だね。まあ、やっていこう。まあ、一度負けた相手にね、2回も3回も、一度勝った相手ですからね、攻略は、まあ、相手もいろいろ戦略を練ってきてると思いますけれども。クリポがまずは仕掛ける。タウンズとのピックアンドロール。大丈夫でした。合わせる。ポール・ジョージ。シュートは落ちて、アウト・オブ・バンズ、どっちのボールだ？セルティックスボール。セルティックスボールで、まだボールは生きています。ショットクロックは残り14秒。18対20。中に合わせる。このパスが通る。ポール・ジョージが2点ねじ込んだ。ボストンがこれで追いつきます。残り1分30秒。まもなく切ろうというところ。合わせるラビン。ラビン、かなり前を開けているが、スリーポイントコンテスト出場者に対して、これは侮辱のディフェンスですけど、ラビンがかわして、サイド、ステップバックからのシュートリバウンド、そのままパス、バトラーに渡して、バトラーがスリーを放ちますが、これも落ちる、速攻、ポール・ジョージがまたもう1点奪っていくか、トップの位置、誰かに1対1アイソレーション、トップに合わせて、ルー・ウィリアムズ、ルー・ウィリアムズがマッチアップ、シュート、スリーポイント、おーっと、23対20で連続ポイントでボストンがリードを広げます。23対20、ここは1点返していきたいところ。ラビンへ、ポルポル、ポルティンギスが合わせる。タウンズがミドルシュート、これが決めて23対22と1点差まで追いつきます。残り48秒。これを決めれば結構大きいリードを広げるが、これを守れば大きいが、どうでしょう。プリスポールが上から合わせる。ルー・ウィリアムズ、タウンズがずっとキープする。おっと、パスを出さない。最後シュート、おーっと、まさかまさかのショットクロックギリギリのスリーポイントが入りました。打たされたシュートだったんですけどね。26対22、これは早めに決めていきたい。リラードへ渡す。リラードがインサイドねじ込んで26対24、2点差。プレッシャーディフェンスかけていかない。いかないのか、お前ら。かけていかないと負けるぞ、このまま。キープされて終わるぞ。いいのか、それで。ルー・ウィリアムズがキープする。奪えない。ボールは奪えない。残り5秒。おーっと、これは。破れました。破れてしまいました。さすがにちょっと4連勝とはいきませんでしたね。24対26。負けてしまいました。はい、では、5戦目やっていきたいと思います。あと1戦勝てばね。おお、ポイントガードが輝いてますね。ちょっとポイントガードが圧倒的に強いね。ステフィン・カリー1万1000超えで、ハーデン、レブロン・ジェームズ、アンソニー・デイビス、ニク・ヨキッチという1戦で、ちょっとポイントガードがね、圧倒的に強いですけど、まあ頑張りたいと思います。お願いします。もちろんレイカーズボールから。18対19、マブスが1点リードの場面。残り2分、カリーがキプス、カリー1万超えのカリーがデイビスに合わせる。デイビスのシュート、これが決まって20対19。早くもリードを奪われてしまいます。リラードがトップの位置、カリー、相手は1万超えのスペシャルカード、渡す。ラビン、ラビンとハーデン、
トップの位置、ボルティンギス中へ渡す、タウンズがうまい、楽々1点を返して20対21、再び1点リード。レイカーズ、どう出るカリー、1万超えのスペシャルカードカリー、どういう戦略でいくか。ハーデンに渡す、ハーデンがトップの位置、ラビンとのマッチアップ、ハーデンが相手を探して、カリーフェイク、デイビスとの1つ目ピックからシュートを決めていく。おーっと、2点を決めていく、軽々決めていく。さすが11,985というとてつもないパワーを持っているステフィン・カリー。2点返します。合わせてこちらタウンズがまた2連続ポイント、22対23、楽々ポイントを返していって、残り50秒切りました。カリーが運ぶ、カリーが運ぶ、リラードしっかりついていく、スティール、ナイススティール。バトラー速攻前渡す、ポルジンギス走ってる、シュートちょっと曲がってる、リラードがカバーして22対25、3点リード。残り35秒を切るところ、カリーが運ぶ、汚名返上といくか、スリーポイント、ロングダウンタウン、しかし落ちます。タウンズがリバウンド、リラードゆっくり運ぶ、トップに運んで、トップの位置、ラービンへ渡す、ラービンからタウンズ、今日好調、この試合好調のタウンズがポルジンギス、ポルジンギスアウトサイドフリー、放ちますが落ちていきます。リバウンドはレブロン、レブロンが運ぶ、カリーに渡す、カリーから AD のスリーポイント、これが落ちてしまいます。残り5秒、あとはキープすれば勝てます。ラビンがしっかりキープして試合終了。よし、ということでこれでついに、はい、これでね、目標の数字に到達しましたので、開封までこのままやっていきましょう。まずは4000点のマイケル・ジョーダンからいただきます。ありがとうございます、マイケル・ジョーダン。で、続いてバッシュのカードですね、バッシュのキー、はい、エリートギアとスタンダードギア、ゲッチュゲッチュ、そしていただきます。まあ、かつてのね、ダンク王、世界中を魅了しました彼のアクロバティックなダンクは今でもファンも多い、ジュリアス・アービング、ドクター・ J、 いただきます。ありがとうございます。これで今回イベントの目標のジュリアス・アービングまで、獲得することができました。残り終了まで12時間というところで、見事ゲットすることができました。皆さんは目標のカードイベントをゲットすることができましたでしょうか。またぜひNBA 通勤動画で作ったり配信したりしていきますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは今日はこれで失礼いたします。バイバイ。